マグノリアは、ネイキッドエープによる日本の漫画、アリアにて2010年7月から2013年11月まで連載された。男でも女でもない体を持つ、主人公が恋をする相手によって性別が変わることを知り、多数の男女の間で揺れ動くラブファンタジー。単行本は、全7巻。ドラマ CD も出ている。アネスタチア王国第一王子であるアヤト・ホドウィンは、 男でも女でもない体を持っていた。ある日、綾やは、父親のアルベルト13世から、身分化の体は男に恋をすると女になり、女に恋をすると男になるということを告げられる。綾やは、男になることを望み、女に恋をしようと考えるが、そんな中、学園で出会った、未成年のユーゴボルフに無理やりキスされてしまう。ユーゴとのことが忘れられないやに、アルベルト世は、 一ヶ月以内に結婚したいと思える相手を、連れてこなければ、無理やりにでも婚約者の選定をすることを告げる。政略結婚に反発する綾やは、結婚したいと思える相手を探すが、同時期に綾やとの体に変化が訪れ、男女を引きつけるマグノリアの香りを放つようになる。ユーゴだけでなく、弟であるスイゴドウィン、護衛のナギオリビエなど、身近な男女を無差別に魅了していく綾やとは、 マグノリアをめぐる恋の争いに巻き込まれていく。声は、ドラマ CD、朗読劇の声優。ありがとうございます。